はい、というわけで第22回、てか22回目、ジョーカー、どうもたっくんです。日常日記22回目。はい、というわけで、はい、どうもたっくです。久しぶりかもしれんな。はい、というわけで今回音楽はね、まあいつも出てる出てじゃなく、まあたまにはこういうね、これもほらラジオっぽいや、これもこういうのも、まあ、やっていきたいと思ってね。どうやるの？どうやる？これは。では、まあ、またね、ちょっと音の調整こっちやるけど。はい、というわけでね、まあ日曜日、日曜日って言ってよ、もう月曜なんだけど。はい、というわけでね、はい、やってまいりました。給料日、まあもうちょっとあと2日前となります。まあ月火行ったら、だから水曜日、自分の休みの日がちょうど給料日。で、まあ、4万5千円、まあ、今日1万回答から4万5千円を返さなあかん。で、たぶんこの予想はたぶん5万残るから、ね、強いべ行かなあかん、友達とか行かなあかんしね。でね、はい、今日のまた日を、今日何日か教えましょう。あ、土日何日か教えようか。土曜日は、まあ、もうゆったり寝てましたね。はい。寝てね。だから大体寝てるな、寝て、起きて昼間食って、寝またグーってして、寝また起きて昼間食って、またグーで、日曜日は京都に行ってまいりました。はい、ね、もうめったにね、やっぱ大体ほら地元っていうか自分のね部屋でね、大体いつもやったら自分の部屋でもう寝て、友達と話すかでゲームするかカラオケするか動画撮るかしかないけど、まあ、たまにはやっぱね出かけんとね、もうずっとその自分の部屋をっても暇やからね。でね、これからね、まああと2日後ぐらいから、まあまあね、今12やからあと未確保やけど、まあまあまあ、あと2日後として、給料出るから、ちゃんと、ほんま使わんと、僕今日すでに6000円ぐらい使ったかな。アホやろ。7000円。まあ、実は、まあ、ゲーセン3000使って、課金で3000使ってます。はい、それは親に言ってません。だから6000円。で、カラオケで1700円から、ね、まあ、7700円ぐらいかな。で、売る本売って、まあ、900円ぐらいかな。だから今2900円ぐらいか。なんか。まあ、言うて7700円使ったってことか。使いすぎや。使いすぎ。いやー、まあ、しょうがないよ。まあね、だから、まあ、俺の、あれだな。やっぱ金あったら使い。で、なんかなくなったら暇やって。わかんねえ。ちゃんとだからね。ね、癖つけなあかんねんな。だから、やっぱこの癖抜けんだよな、その簡単には。もうなんか使いまくる癖がね、ほんまマジで。あんま貯めていかなあかんねん。ほんまちょっとずつでも。ちょっとほんま頑張らんと、まああかんで。うん。たぶん、まあ5万ぐらいしか残らんと思うから。5万5千なかなか。たぶんね、わからんけど、まあ何円残るかわからんけどね。いやーね。まあ京都行って、まあちょっとブラート、まあ、10時かな、なんか10時ならんとなんか看護師とか開いて、まあちょっとゲーズ。だからそこでも3000使ってるからな、常に。で、課金買って、で、1000、6000使ってます。で、そこからなんか、駅に行って、で、その、ジャンカラかな。その京都のジャンカラ行って、1700円で7000円使ってると。そんな感じかな。そうかな。まあまあまあ、たまに気分転換にね、そうカラオケ3時間やって、初めて行くけど、まあまあ、まあ、ようわからんかったけどな。飲み物、ドリンクバーついての1700円なんかわからなかったから、聞けやって話しないや。初めてないんだから、初めてなんですけどって言うとから、最悪やもん。まあまあまあ、また今度行った時にね、それで聞こうと思います。いやー、22回目。いや、タクレールの方がようやってるっていうね、25回。まあまあね。まあ、僕の動画はね、まあ、ゆったりしてるからね、まあ、全然いつも、まあ、空いとる時間でもいいからね、統制じゃないから、ゆっくりとね、見てください、ほんと。ゆっくりもまったりにした時でもいいから、ね。まあ、今現在72人とね、まあ、ありがたいことにね、何かもいいが一人増えたから。んで、あと28人で目標の3桁いきます。100人。もうないよ、俺のチャンネル100人なんか。びっくりするわ。いや、ここ72人とる時点でびっくりするんや。全体で誰もないんだ、どうもめちゃくちゃ、そんな、おらんかったからな。うん、一気に、わーって言ったから。すげえわ。やっぱ、ピークに乗れば、ね、一気に増えるってことが分かった。
やっぱあのピークつかめば運良ければ一気にバーンってくるからね。で現在まあ眠気の状態ったらまあ眠いです。まあ眠いと眠くの間の間かな、間かな、眠いと眠くないっていう。だからもうでももうでも多分ね、今なんかやっとるから眠くないだけで、いや眠くないっていうかまあちょっと眠いかなぐらいだけど、まあこれ切り抜いたら夢の中でレッツゴーになるかもしれんから。まあもうな。でね、メイロさんのね誕生日がね明日ってことでね、もう言って、もう言って、まあ、あと、ね、あ、48分後ぐらいかな、0時になったら、13日になったら、まあ、バレンタイン前かな、レイドさんの誕生日ということで、21歳の。いやー、おめでたいね、ほんと。友達のリア友のね、誕生日ってことで。私はライブするって言ってたもんな。大丈夫かな、俺、眠いんだよな。まあ、その、大抵30分か1時間ぐらいだと思うけどね、隠れる同様、わからんけど、そこは。隠れるやったらまあ大体1時間。でもね、俺仕事やからな、俺でも30分とかやんないな、眠いし。そしたらな、朝6時から起きてるからな。今日って言うから、早起きだからしらな。ねえ。ほんと今6分かな、走るの。そう、大体ね、この日常力はね、10分は過ぎてるから。そう、まあまあもう、10分以上って、まあまあもう、10分以上でいいでしょ、もうね。そんな早終わるよりかも。もしかしたらね、初めて見る人もおるかもしれんけど、一応言っとけど、この二条日記は、まあ自分のあった話やら、ね。あと、まあ今日何やったのみたいな。何かあったみたいな。まあ、グッチーはね、まあまあ言いたくないけどな。もしあったら、まあすいませんね。まあまあしょうないことないけどな。ほんと。でも、やっぱまあ楽しいっていう中心にやりたいな。やっぱね、楽しいっていうことを中心に。はね、楽しい話を中心にやっていかんとか、時にはちょっとね、口っぽい話もあるけど、まあすいませんね、そういう時は本当。てかもう2月もう言うて半分やからな。ちゃうわ、もう言うて、そうか15日で終わるわ。え、そうか、え、もう15日で終わるんか。早いな。もうそうか、28日終わりだな。あともう15で終わるわ。え、とか2週間で終わりか。はい、いや。まあそうか、2月3月はもう、バイバイやから、そっか終わりか。ねえ。もう専門校やったら今頃あれやわ。なんだろうな。なんか、企業実習とか行って、わーってやったことか。1年前の俺は。はぁ、あれか1年か。早いな。早い。いろいろあったけど。もうこれはもう言わんでいいな。うん。いろいろあったけど、これは言わんでいいな。な。もう、な、これはもう大体ね、な、日常日記何本か忘れたけどね。まあまあ、それまたね、見てください。もう十何本かにね、まあ一生懸命言ってるから、一瞬ね、これもいろいろあったわ、みたいなこと言ってるから。もういいです。まあ今2月ね、入ってね、今のところそんなね、嫌だなーって思ったことはないです。はい、ないです。ただちょっと、このね、例のアプリでね、ちょっと悲しいっていうのはあるけどな。うん、大丈夫と、まあ大丈夫だよ、うん、まあなんとかなるから。というわけでね、まあまあね、ちょっとね、まあ、ちょっとね、まああれがね、やっぱカラオケね、今日行ってね、まあ、なんていうか、ホワイトノイズとか、あとなんか、もうドラマの歌かな、もっとヒゲダンの新曲の。あれ、難しいな、やっぱダムの歌とかね、難しいんだよ、ダムって。なんか地味に手、なんか低いみたいな。ダムはね、取りにくいのけど、やっぱ女優さんの方が取りやすいのけど、俺的には。頑張って叩けばね、確実とか。やっぱいろいろね、やっぱ自分の好きな歌、あとお茶まんじゅうとかのテンション上げるに。お茶まんじゅうやら、なんかアニメやな。とあるとか。鬼滅立てなかったわ。3時間、今日さ、3時間でやったけど。そうや、あれやな。まあまあ、でも、だいたい自分の聴いてる歌は、まあ歌ったかな。何曲たったんやろ ?10 曲、20曲ぐらいは言ってるはずやで。数えてなかったわ。まあまあまあ、ね。まあ気分転換にね。そう。別のとこ行って、ね、気分転換ってのもやっぱいいよな。そうそう。いやねえ、まあまあまあ、いい気分転換なったかもしれん。でもね、これから給料が入るから、ちゃんとやらんともうやばい。ほんまてか、ちゃんとやろう。本当にちゃんとやろう。同じ過ちを繰り返したらあかんねん。もうすでに7000円くらい使っとるけど。わかん
もう、まあ、あかんて。もうね、もうあの1月13日に行ったなんか東京の地元のね、もうクソ気候なはちょっともう時間多いわ、あらあかん、もう詐欺詐欺詐欺、あんなふざけとるからもう行きません、はい、もういかんもう嫌な目、痛い目あったから、まあ、痛い目の台に座った俺が悪いんやけどな、痛い目見える台に座ったドキドキっていうやばいやつ、あれやばいから、まあ怪我するから、大怪我するから、いたしこれ言い出したらまたなんか10分以上行くわ、てかもう10分行ったわもう10分で早いね。何やろ、10分で早いんやな、やっぱ。そう、あのアプリでもね、10分話も早いって感じるし。早いね、やっぱ。まあまあ、10分って早いね。やっぱ時間って早いよ。まあ、そういまあ、そんな感じですね、今日の俺は。ね、まあ、ゲーセン行ったり、ね、こういうカラオケ屋さん行ったりね、初めてカラオケ屋さん行ったりと。まあ、今日この土日はね、まあまあ、この土日はね、ゆったり過ごした土日でしたね。ほんまにね。まあ、でも今日は暑かったな。16度とかで、17度。ただね、また明日からね、ぐーんと下がるのよ。いきなり6度。で、火曜日、なんか5度、4度。で、すぐ俺の休みの日、3度。バカ野郎と思ったわ。おい、なんで下がんねんって、ピューンなって、ピューンなって、で、またそこでぐーんってなって、なんか、ようかん、なんか、グラフで言ったらピューンって言って、パーンって。よくわからんな、この温度差。謎や謎。上がったり下がったり、暑さ上がったり。ほんまあかんて。もう俺の体調悪いよね、そうなったら。な、もう良くないで。ほんとね、もう、もうみんなもね、気をつけてね。ね、もうね、花粉もね、飛ぶしな。ある意味、あったかいと。どうせでも花粉症の人もね、気をつけながら。俺もワンチャンなんかの花粉症かもしれん。ワンチャン。多分あるかも。いや、気をつけながらな。うん。あれやな、もう、うん、あんま話しすぎたら、ストレージが絞れるから、ねこう、あれやな。まあ、これぐらいにしようかな。はい。まあね、まあ、音楽もね、やっぱ、いつ、てじゃなく、たまにはね、チャーハンの部分、なんかいいかな。そう、気分転換にね。まあまあまあ、だね。まだほら、また手入れてて、もう好きろ。はい。今日はね、この音楽ってことで。こんな感じかな。もう話し始めたら、またほら、ストレージが取りぐれるし。ね。この辺で終わろうかな。はい。というわけで、ちょうど何週目かしたら、これね、終わりましょう。はい。というわけでね、またね、はい。月か、まあまた、また仕事始まりますね。まあみんなもね、乗り越えていこう。仕事やら、学校。まあ、アルバイト。わからんけど、まあ、仕事や学校やらね、ある人もね、頑張るでしょね。うん。俺は水曜日休みやから出ないけど、月が目的だけどね。まあ、俺はね、月曜日がだるいと思う、だるいじゃない。月曜日が、多分ね、一番辛いと思う、俺的には。月曜日さえ越せば、大丈夫だと俺は思ってる。まあ、やっぱ水曜日休みっていう、あるからね。月曜日が通り越せば、もう火曜日行ったらもうすぐに休みやから。だから俺の場合は月曜日取り行動でこせばもうあとはわーやな、そんな感じだね。はい、というわけでね、はいね、というわけで終わりたいと思いますね。いやーね、ほんまにね、ここまでね見てくれてね、見てくれてるね、でありがとうございます、ほんと。というわけでまたね、つい23かな、うん、ね、いつなるか分からんけど、まあもしかしたら水、いやー分からんな、水曜日の夜かもしれんし、まあまあまあ、またね、今週あったのもあげると思うから、23をどっかで。というわけでね、またね、はい、聞いてくださいってことで、ね、これからね、まあ、レールさん祝うかな、祝った後はもう寝ますってことで、ね、次のね、日曜日23日でね、お会いしましょう。すればね、それでは72人のね、花見様、ここで聞いてください。ありがとうございます。すれば、さよなら、ジョーカー。